法天省は満州国にかつて存在した省。現在の遼寧省の一部に相当する。1931年、満州事変が勃発すると、関東軍により、遼寧省より解消され、省政府が法天市に設置された。1932年3月9日、満州国国務院は省政府を商工所と解消。1934年12月1日。 省内を法天省、安東省、金州省に分割され、法天市、両陽県、両中県、本慶県、武順県、新陽県、鉄霊県、貝原県、新民県、宝庫県、公平県、海上県、栄光県、外平県、又県、強慶県、清原県、西豊県、正津県、梨樹県、宗山型、両原県、海流県、紀南県。 柳川県、東方県、西安県、盲耕県を管轄するようになった。1937年7月1日、紀南県、柳川県、神奈川県、盲耕県は通過省に、1938年7月1日に、市平外市、海流県、海原県、正洲県、東方県、西豊県、西安県、総領県、那市受県が、 紙幣省にそれぞれ分割されている。満州国崩壊直前の下部行政区画1931年、関東軍により、遼寧省より解消される。1945年8月、満州国の崩壊と共に消滅し、高所は超学オモの遼寧省政府に接収された。突起なき場合、世界諸国の制度、組織、人事、1840から2000による、 ありがとうございます。